学校施設。学校施設とは、学校を運営する上で必要となる建築物や設備を備えた施設のこと。学校施設としては、校舎、運動場、屋外運動場イコール校庭、体育館、屋内運動場が挙げられる。校舎とは、学校の建物のことである。旧来の校舎は、ハードウェアとしての建物を意味していた。最近では、柔軟な学びの場を、 キーワードに、どこで学んだかではなく、何を学んだかが重要となっている。つまり、校舎という物理的な枠組みを超えて、教育活動をする場を包括して、校舎と考えることもある。校舎は学校を象徴する建物である。学校の歴史は校舎に刻まれており、学校は地域の一部、校舎は町の一部であると言っても過言ではない。よって、 外観や内装は地域によって差が見られる。学校施設では教育の一環として体を動かし鍛える場を提供する。またこれらは児童、生徒のレクリエーションにも供される。屋外運動場は校庭ともいい運動や遊戯を行う広場のことである。主に屋外での体育や昼休みなどの遊び場として使用する。小学校ではブランコや ジャングルジムなどといった末置き型の遊具設置されている。校舎の面積は学校教育法第3条に基づき、文部科学省令によって加減が定められている。明治元年1868年の学校建築開始当時から木造建築の校舎、木造校舎が大半を占め、レンガ建築などがこれに次ぐ形で普及した。鉄筋コンクリート造りの校舎は、 1920年、大正9年、神戸市の須佐小学校校舎として、日本で初めて登場している。さらには、関東大震災や室戸台風、空襲などの被害が、火災や地震に強い鉄筋コンクリート成功者への建て替えるを強く促す結果となった。東京市では、関東大震災で117校が消失し、それら全校の新校舎は、 鉄筋コンクリート作りで建て直された。これは初期モダニズムの世界的にも画期的動向であった。画一的ではなく設計者の個性が出ていた。木造校舎も耐震化などの改良を続けつつ、1970年代まで新築され続けたが、その後は鉄筋コンクリート製校舎が大半を占める時代が到来した。しかし、 鉄筋コンクリート製校舎の前世時代にあって、木造校舎の良さを再認識する運動も市民を獲得しており、木造校舎がいくつか新築されてもいる。老朽化や廃校などによって校舎の建て替えや取り壊しが検討されると、地域で校舎をめぐる様々な論議が起こることはしばしばである。例えば日本の公立小学校にあっては、地域住民の多くがその校舎で学んでいるため、 校舎に対して特別な愛着が持たれている場合もある。また、古い校舎では当時の著名な建築家が関係していたり、著名人の随筆、自伝、電気などに同施設に絡むエピソードが紹介されているなど、郷土史跡としての価値もあることから、部分的にでも保存しようとする動きも見られる。一例として、日本の広島県広島市に所在する。 広島市立袋町小学校の校舎の場合、被爆建造物として保護活動が行われていたが、老朽化を理由に2000年、平成12年に解体された。この際、黒板の下などから発見された被爆、被爆当時の避難者の消息を伝える落書き、被爆伝言は切り取られた壁面などの形で平和教育用資料として保存されている。 1 9五十年代半ばから1 9六十年代にかけて校舎を円筒型とした円形校舎や校舎を六角形あるいは六角形を組み合わせた形とした八の巣校舎を建設した学校もあったが機能面などの問題からすぐに捨てれてしまった。義務教育小学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令において小学校の特別教室の種類として 理科教室、生活教室、音楽教室、図画工作教室、家庭教室、視聴覚教室、コンピュータ教室、図書室、特別活動室、教育相談室が挙げられている。また、中学校の特別教室の種類として、理科教室、音楽教室、美術教室、技術教室、家庭教室、外国語教室、視聴覚教室、 コンピュータ教室、図書室、特別活動室、教育相談室、進路資料、指導室が挙げられている。教室以外の施設としては次のようなものが挙げられる。学校は公共施設の中では冷房の設置率が非常に低い施設である。近年までは航空機による騒音問題で窓を全開できない空港や自衛隊。 在日米軍基地の近くにある学校に設置されているくらいであった。設置率が低い理由としては、子供は夏の暑さに耐えさせるべきだという教育的、医学的な理由、猛暑の時期は夏休みであること、ベビーブームで学校の増設が優先されて、快適性が後回しにされてたことなどが挙げられる。しかし、近年は地球温暖化や、 ヒートアイランド現象で健康を害すほどの猛暑が珍しくなくなっており、学校の冷房化率が上がりつつある。パブリックスクールは広大な高地を有していることが多く、校舎も町に散在していることがある。パブリックスクールの特別教室としては、語学、絵画、工芸、映画、音楽制作などの目的ごとに用意された教室がある。 パブリックスクールでは屋内に設置される体育館のほか、トレーニングジム、プール、陸上競技場、サッカー場、ラグビー場、テニスコート、ゴルフコース、乗馬場などがある。オーストラリアの校舎は多くは平屋建ての複数棟で構成されており、まれに中学校では2階建ての校舎もある。校舎内には図書館、コンピュータルーム、 多目的室などが設けられるが地域差もある。一般に工程は広大であり、大部分は芝生化されていることが多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。